トプリッツ湖は、オーストリア下タヤーマルク州のアルプスの高地の深い山林の中に位置する湖である。西オーストリアにあって、ザルツブルク市からは9 8トルである。絵のように美しいザルツカンマーグートコスイ地方にあり、トーテスゲビルケすなわち、市の山の崖と森に囲まれている。およそ2キロメートル西には、グルントル湖がある。この湖は一般に、ドイツが、 第二次世界大戦中に行った過去の飛行を増していると信じられている。噂されるところでは、ナチスが膨大な量の黄金とロシアのエカテリーナ宮殿、琥珀の間から失われた羽目板を含むその他の値段の付けられない略奪品、さらにはその他の第三帝国の隠徳物の所在を衝述した文書を隠したとされる。また、ベルンハルト作戦と呼ばれる計略の 隠蔽工作として、莫大な偽造イギリスポンド紙幣が、この湖に投げ込まれた。これらの噂は、トレジャーハンターを、湖の深淵へと誘い、幾人か教えと誘った。戦時中、1943年と1944年に、トプリッツ湖畔が、ナチス海軍の実験場及びその関連施設として利用された。そこは、 危険な何キロメートルにもわたる小道を通って、徒歩でのみ到達できた。銅の振動板を使い、科学者たちは最大4000キログラムまで創薬して様々な深さで爆発させて種類の異なる爆薬を試験した。彼らは峡谷の壁に巨大な穴を小ぜ締めつつ、湖の発射台からトーテスゲビルギへの魚雷発射も行った。ありがとうございます。